花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。夏真っ盛りという感じの天候になりましたけどもですね、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はね、早速ですけどもですね、再登場ということで網ためのお二人をお迎えしております。早速曲からいきましょうか。
こんにちは。編みためのお二人ですけども、はい、あの2度目になりますけどもですね、はい、あの連日のライブの合間に、はい、あれもう毎日ライブでしょ。やりすぎですよね。ね。いやでも歌ってこう暮らせるっていうか、歌ってこう生活をするということは素晴らしいことですよ、ね。ありがたいですけどね、お仕事いただけてるんですからね。ね。もうね、なんかあの羨ましい。いやいやいや、とんでもないですと思いますけど、僕はたまにしかやりませんたまにで暮らしていきたいな。いやいやいや、そんなこと暮らせないんですけどもですね、やっぱりなんていうかな、こうお二人のね、あの、はい、まあ、それぞれブルースバンドとかいろんな形でね、亜美さんはまあコーラスのお仕事とか ね、いろいろやられてて、最近はあれですか、南こうせつさんとか。こうせつさんね、この間7月1日にやりましたね。あ、そうですか、はい、相模大野でやって、はいはいはい、次はね9月のね、はい、27が大阪のなんで万博広場。万博広場、あ、万博広場で、うんうん、南さんはあれですよね、あの九州にいらっしゃるんですか。今大分に住んでますね。大分ね、はい、仕事の時だけこっち、はい、僕はあのパンダさんのね弟と昔バンド組んで、飯塚で、うまいよ歌。あ、そう、うん、あのお兄さんにもぶっ飛ばされたりなんかして。皆さんあんまり現れないんですよね、現場に ね、 ね、あの翔也は来るんですけどね、結構。あ、伊勢さんね、うん、まあ、もう仲良く今でもやってらっしゃるけど、はいはいはい、あ、そうですか、はい、南こうせつさんとか、あとはあの中条みゆきさんもねやられて、前ね、あのツアー、はい、2回回りましたね、全国。あ、そうですか、はい、まあ、あの僕なんかこの間ね放送の後いろいろお話してね、ちょっとラジオでは言いにくい話もありますけどですね、ね、あのいろんなね、あの方とね、あのコーラスやられて、そうですね、タメさんもね、なんかまあタメさんもブルースばかりじゃないでしょ。ばっかりじゃないですけどね、うん、まあ、この間エディさんとなんか、うん、エディバーンさん、エディさんもちょいちょい、うん、ずっとあの後ろやってるので今、うん、あ、エディさんの、そうなんですね、はははは、長いことやらせてもらってますね、うん、あ、そうなんだ、うんうんうん、エディさんギタリストだけども、うん、まあ、もちろんそのギターボーカルで、その時ってどういう感じなんですか。いや、もう普通普通、まあ、エディさんは自由にほら、うん、自分の自体もしか弾かないから、あとは全部食べちゃうかもしれない。それって大変結構。いや、そんなことです。慣れればもう分かってくれば、あ、こうねこうねっていうの。慣れない人はさ、慣れないと困っちゃうかもしれないけど、頭がどこだか分かんなかったり、自分で勝手に始めちゃうから、何の曲やるんだかも分かんないで始めちゃったりする。いや、でもエディさんってやっぱりそのギター弾いてるとか歌ってる姿ってすごいですよね。かっこいいですよね。のげでね、たまに一緒に、うんうんうん、あの飲んだりとかしたこともあるんですけども、うんうん、その時は普通のね、そうそう、あの普通の人、まあ、バカ野郎、まあ、普通のおっちゃんだから。でも、いや、でもギターをね弾いて歌ってる姿すごいですよね、うんうん、やっぱりかっこいいよね。そう、やっぱこう乗ってきてギターガーンっていくとね、うん、ギター少年出てきちゃうから。なるほどね、ああいうのいいね、やっぱりね、うんうん、なるほどね、そうか、嬉しそう、楽しそうだもんね。そうそうそう、うん、この間どこでやったんですか。この間はクリフサイドっていうところで、あ、まあ、その時僕は別のバンドにいたんですけど、横須賀のね、本木の、横須賀じゃねえよ、本木の集まりがありました。本木の不良 の、 あの、はい、集まり、あの不良中年の集まり。そうです、不良老年だよね。不良老年になる、老年だよね、もうだいたい60、70でね、の人ばっかり。なるほどね、まあ、このね僕のコーナーでもね、あのスパイダーズの、うん、あのカッペさんとか おいでになった、ね、うん、カッペさん80歳ですよ。80でベース弾くっていうのはすごいよね、あのスパイダーズのね、うん、で80歳って聞いて、あの時、あ、釜石さんが僕一番上だと思ってたんで、あ、違う、釜石さんが一番上じゃないんだ、あの時は私サバ呼んでましたみたいな、いつとサバ呼んでましたみたいな、そうなんだ、そういうことはありましたけどね。私釜石さん一番上だと思ってた、思ってた、ね、うん、カッペさんが実は一番上、いまだにあのベース弾いてますからね。すごいね。普通杖つく年じゃないですか。もうベース弾くっていうね。すごいすごい。かっこいいね。頑張らねばね。まだまだ若造ですね。ねえ、我々はね、すいません、コーラス失敗しまして。いやいやいや。全然コーラスとかあんまできなくて、すいません、あのいつもあのコーラスやってもらう方ね、あのね、さっきも言ったけど、スターはコーラスしない。マジですか。僕あのスターではないですけど、いや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 、
本当ね、うん、できないんですよね。全然 OK、 全然 OK です、ね、もう全然、うん、これだけできたら、うんうん、いやだから帰ってその時々こうパンと綺麗に来た時が嬉しいから、うん、あこれこれみたいな。そうそうでも少しずつ慣れてきたでしょ。またやりましょうね。まあ日々あの僕勉強なんで。いやいやお互い様それはもう。なんかじゃあ今日はあのもう一曲アミタメさん、はい、やってみますか。ちょっとあれですね、リズム&ブルースいきましょうかね。ビートのあるやつを、この間ちょっとしっくり、しっくりじゃねえ、シックなのでしたからね。そうだね、しっとりしたやつだったので、うん、ちょっと1曲目はウェイト、ね、ウェイト、ザ・ウェイト、ザ・バンド、ザ・バンド、ザ・バンド、懐かしいですね。もう名曲ですね。名曲ですね、大好きです。2曲目はじゃあ何いくの。ルーファス・トーマス行きましょう、ね、あールーファス・トーマスっていう、あールーファス・トーマス、はい、ルーファス・トーマス実はね、もう10年15年ぐらい前かな、うん、アメリカに一緒にブルース聴きに行くっていう旅行に旅に行ったんですよ、うん、2週間ぐらいね、その時メンフィスのビールストリートでばったり会ったの、そうなの、そう立ってたの、ま、道端に立ってたのルーファスが、ルーファスが立ってたの、杖ついて、すごい似てるから、ダニちゃんルーファス似てるよねって言ったら、うん、お前そんな黒人のおじいちゃんなんてみんな同じ顔してんだよって言ってちょっとね僕ら甘しろしろ目だよで、そばをなんとなく通りかかってみたら喋、うん、ってたのね、喋ってる声がまさにルーファスなんですよ、そうなのって言って、うん、Excuse me, are you Rufus Thomas? って言ったら、うん、Oh yes! とか言って、うわ本物だってなって、でもあなたのことも大好きで日本で歌を歌ってますって、うん、そうかとか言っちゃって、うん、握手してくれて、握手した私の手をもう自分の腹の上にこうやって持ってて離してくれないの本当で、タミちゃん横から俺も俺もって言ってんだけど、うん、お前はいいよとか言っちゃって男はいらないな男はいらないんだ、やっぱりどこの国もね男はね必要だよね、おじいちゃんね頼むよって、その道端で歌歌えって言うから、このウォーキングザドッグって歌をね、歌えな歌えな歌ったの、ルーファス・トーマスの前で。そしたら途中で止められて、わらめねわらめねって言われたから、うん、怒ってる怒ってるって思ったら、うん、周りの友達みんな呼び集めちゃって、うん、輪になって、本当こいつが俺のヒット曲を今から歌うからお前ら伴奏しろとか言っちゃって、本当もう一回最初から歌えって言って、最初から歌わされて、伴奏もなんもないんだけど、なんもないんだ本当そうアカペラで歌ってきましたよこれ、それはいい思い出の曲ですね。でそれが6月で、そうその年の暮れに亡くなっちゃったんですね、ルーファス。そうなんだ、いい時だったね、うちに写真ありますけど、本当、あそれ宝物ですね、宝物です、本当に3人だね。じゃあその曲をじゃあ歌わせてもらいます、はい、ますか。ウォーキングザドッグっていう曲です。ウォーキングザドッグ。 Baby's back dressed in black silver for the London hat back high low and tips the toe she broke a needle and she can't so walk in the door
そう、はしゃりましたけど、ね、はい、ライブだとみんなにあの、はい、コール&レスポンスで言わしたり、コール&レスポンスね、んあやっぱりこうそういうこうあの呼んで答えるっていうのはやっぱり基本になるんですかね。そうですね、R&B、 そうですよね、なんかね、もともとそうですよね、うんうん、でもああいうことでこう盛り上がるっていうのはあの今最近の日本の方もね割と多くなりましたよ、うん、そうですね、割とやってくれる、はい、最近の人そうですよね、うん、なんかやっぱりこう楽しみたいというかね、うん、あのお客様もね、そうですね、僕昨日マイクのないところでやってきましたけどですね、マイクのない時ところが多いのよ、でもたまにマイクがあったら嬉しくなっちゃうんです、今日マイクあるんですかみたいなさ、いやマイクぐらいありますけどなんて言われちゃう、いやでもマイクのないとこでもね、あのどこでもやっぱり最近歌うようになりました、素晴らしい、うん、だからあの昔はちょっと大きな会場でもやったこともあるんですよ、うん、あの日比谷野外音楽堂とかね、まあ、いろいろあのもう今はなくなりましたけど新宿コマとかね、コマコマのね、うん、コマのね、あのオールナイトのイベントとか出てたんですよ、すごい、うん、あの前セキマスとかアスエカの事務所と同じだった、うん、そういうバンドで出たりとかしてたことはあったんですよ、でもその時エコーとかかけてくれるじゃないですか、うんうん、インスピレーションレーションレーション今も口で言ってますからね、もう30年も口で言ってくるからみんなね受けちゃって、セルフエコーね、そうそうセルフエコー、といったところでですね、はい、あのメッセージっていうかあのファックス来てますね、はい、これは川崎 FM 金野城音楽魂、これはミキさん博多の方ですね、ミキさん、金野さん網溜さんのお二人こんにちは、金野さん、音源完成おめでとうございます、 CD が発売楽しみですということで、CD は完成しましたが発売10月あたりになります、よろしくお願いいたします、すごいです、すごいです、すごいです、何がすごいか分かんないけど、まあいろんなあのギターはメインは高橋真さん、であのアナーキーのベースの寺岡さん、寺岡、さんと、あと永原源ドラム、源ちゃん、源ちゃんだ、ね、それでまああと梅ちゃんとか、まあ岡野武史とか、いろいろ入ってます、司とはね、うん、司さん、ね、うん、ブルースハープ、ね、これでもう好評ですね、よかった、よかった、裏では好評ですね、まだ、まあ、あのかけてないですけどもですね、これすごいいい感じになりました、ぜひあのお楽しみにいただきたいと思います、で網溜さんとは博多のアンポンタンブルースマン、ブルースマンって誰がいるんですか、あアンポンタン、アンポンタンブルースマンってそれソエジのことかな、ソエジマさんってロケットソエジマ、ロケットソエジマブルースマンね、ブルースマン、博多にもブルースマン多いですね、いい多いですよ、みんなスーツ着ちゃってもう本当に、あ本当にこの暑いのに、まあ、そこを通じての接点がありましたね、はい、ということで、はい、で博多にはまだたくさんいいお店がありますので、またぜひいらしてください、行きたいですね、博多も僕も帰りたいですけどもね、学生時代ずっとね博多におりましてですね、福岡で育ちましたけどもですね、懐かしいですね、まああのマチケンさんっていう人がね、あの前、上岡舞子さんと、まあ、ゲストに来ていただいて、マチケンさん、町田健さん、そう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 、うん、その金尾さんの話題も出ましたよっていう、この間なんかライブに行ったらしいんですけどね彼がね、あの、ミキさんが行かれたんでしょうね、アミタミさん、嫌いな曲ならやらないで笑いっていう、まあ、前回嫌いな曲がリクエストがあってもやらないとか言ってた、何でもやらないのは嫌いな曲だって何でも OK ですって書いてありますけどね、金尾さんに時間があればラスタインブルースお願いします、でもう一方、投げ銭 FM 音中、これはチャーリー佐藤さんからですね、今日1万5000円来ました、お札コピーしたら怒られるって、帰り3人で流しそうめんでも召し上がってくださいって1万5000円で流しそうめん食べたらもうどんだけ腹引いちゃうね、これ使えないんですよねそれまあダメですか、ダメですよ ねコピーしたら、ね、コピーしちゃダメだ、ということでね、本日も関東地方は晴れております、はい、大雨の地方の方々に私の青空をお届けくださいという時間までやりましょう、はい、私の青空、
はい、外の皆さんもね拍手が来ましたよ。あのひでちゃんさ、投げ銭のカゴ持ってって外これで投げ銭いただけたら、これはまずいよねでもあれですよね、あの、まあ、ライブをねずっと続けていかれてるっていうね、あの毎日のように、いかがですかね、このそのそういう生活というのは。いや、まあ楽しいですけどね。うん、そうですね、楽しいです。違うところでいろんな人に会って。あ、そうですよね。そう、人に会えるのがね、楽しいですよね。で、みんながなんか、ね、明日も頑張れるとか言って帰ってくれると、それだけで。それがね、嬉しい。結局、あの、なんていうかな、その、ものがね、あの、豊富な時代じゃないですか。それで、まあ、お金があったりしたら、みんないいと思うんですけども、その、何をその幸せだと思うかっていうのがものすごくねあると思うんですよね。今の生活を足りると思ってやるのか、もっと足りない足りないってね欲が出て生きていくのかっていうのがね、すごく僕はね今ねつくづく感じてるとこなんですよ。足りないから。足りないからそんなことない。足りないから。いや、でも それでも今がこう幸せを感じるっていうね、ということでね、何が足らないのかっていうところですからね。そうですね、じゃあ、 あのこれトークのね、それでね、あの本当に今日どうもありがとうございました。あのまたあの合間見て遊びに来てください。ぜひぜひ。本日のゲスト、アミタメのお二人でした。どうもありがとうございます。 See you next time。 ありがとう。はい、これエンディングテーマリバーサイドに流れてますけどですね、お疲れ様でした。また来てください。はい、ぜひぜひ。なんかないですか。あ、ライブの予定言ってなかった。そうそうそう、はい、8月8日明日ですね。明日です。綱島どこですか。はい、ブルーコーンカフェっていうとこですね、はい、その次は、その翌日は本木の噂のゴールデンカップ。ゴールデンカップ噂の、はい、はいはいはい、それは8月9日、はい、2日続けてあります、はいはい、あとはもう後半です。見た目はね、合間にいっぱいありますけど、だからまあ必要な情報はね、はい、あのホームページで。そうです、はい、あのホームページもありますし、このフィルム撮ってますんで、はい、映像の中でもね、はい、お楽しみください。よろしくお願いします。またお会いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。